ベルリンオリンピックでの聖火リレー。ナチズムに起源があるということが、ラーキンがオリンピック聖火リレーに抗議した理由の一つであった。1956年メルボルンオリンピックの偽聖火リレー事件は、1956年、オーストラリアメルボルンにて獣医学を学ぶ学生、バリー・ラーキンが同年に開催されたメルボルンオリンピックの偽の聖火リレーを行った騒動である。 シドニー大学の学生両セントジョンズカレッジの学生であったラーキンラ9人はメルボルン五輪の聖火リレーに抗議することを計画した。もともと聖火リレーが1936年ベルリンオリンピックにてナチス政権によって始められたものであるというのがその理由の一つであった。計画では他の一人の生徒が白いショーツと白いトップを着込み偽物のトーチを運ぶことになった。 偽物のトーチは木製の椅子の足を銀色に塗ったものに先端にクリスマスプディングの缶を乗せて作られた。そして缶の中には兵役中の学生が履いていたパンツをケロシンに浸したものが入れられた。パンツを火にかけ他の生徒が空軍予備役の制服を着用しオートバイで先導した。本物の聖火トーチはハリー・ディロンによってシドニーに運ばれる予定であった。ディロンは シドニー市庁舎にて、シドニー市長パッドヒルズに統治を示す。そしてスピーチを行った後、バートバトンに成果を渡すという手はずになっていた。ディロンが到着する前に二人の学生が、偽の成果を持ち運んだ。当初、人々は彼らが冗談で行っていると気づいており、警察官ですら彼らを見て微笑んでいた。すると偽のランナーがあまりにも腕を激しく振ったために、 トーチからパンツが落ちてしまい、ランナーはパニックに陥りその場から逃亡してしまった。9人の生徒のうちの一人であったピーター・グラルトンは、パンツを回収し、ラーキンにトーチを拾うよう伝えた。トーチを抱えたラーキンの背中を、グラルトンが蹴り、彼に走るよう伝えた。ラーキンはその言葉通り、シドニー視聴者への道の残りの部分を走った。道中、ラーキンは彼を、 本物の聖火ランナーであるディロンだと勘違いした警察によって警護されていた。そして視聴者にてヒルズ市長に聖火統治を示した。ヒルズは準備ができていなかったため聖火統治には目もくれずにすぐにスピーチを始めた。ヒルズが話している間にラーキンは注目を避けながらこっそり歩いて抜け出した。 ヒルズは誰かがあの聖火トーチは偽物だと囁いたのを耳にし、ようやく事態を飲み込んだ。ヒルズはラーキンを探したが、すでに群衆の中に紛れて消えてしまっていた。聖火が偽物であることに気づいた群衆は収まらなくなっていった。ディロンが本物の聖火トーチを持って到着した際にも群衆はまだ不満を口にしていた。ヒルズ市長は群衆をなだめなくてはならなくなり、 警察はディロンが進むための道を確保しなければならなかった。バトンが成果を引き継ぎ、軍用トラックが彼の進路を確保した。大学に戻ったラーキンは学生寮の寮長より祝福され、その日の午前中の試験に行くと同級生にスタンディングオベーションで迎えられた。ラーキンは本物の聖火リレー運営のマーク、マースデンと知り合いだったため、 このいたずらをしでかすことができたのだった。ラーキンは、その後、獣医師となり、成功を収めた。偽の聖火当地は、メインホールの受付に運ばれ、最終的には、聖火リレーを車で追いかける旅をしていた、ジョン・ローラーの手に渡った。彼はそれを注意深く保管していたが、自宅の片付けを行った時に誤って、紛失してしまった。 2000年シドニーオリンピックが開催されている期間中、ラーキンの起こしたこの騒動が報道機関によって取り上げられた。結果として警察はこの偽騒動を再び起こさせないよう措置を取ることとなった。その中には警備隊が聖火リレーのルートに並ぶというものもあったが、これは聖火統治が見えなくなるといった理由で不満が出るなど指示されなかった。この大会では、 聖火リレーを中断させようという試みが2回行われている。二人がトーチを盗もうとしたり、男が単独で消火器を使いトーチを消火してしまおうとしたが、いずれも失敗している。ありがとうございます。